クリスタルスカルは、その神秘的な存在感から、世界中の人々の関心を引きつけてきました。特に南米で発見された、透明な水晶で作られた頭蓋骨は、古代文明の高度な技術を示唆するものとして注目されていますが、その制作方法や目的は、未だ解明されていません。多くの研究者や考古学者が、このクリスタルスカルを研究し、様々な理論を提案してきました。例えば、古代の文明が未知の技術でこの頭蓋骨を製作したのではないかという説や、何らかの宗教的な儀式に使用されたのではないかといった仮説があります。その一方で、一部の専門家はこれが近代に作られた偽物である可能性を指摘しています。現代の技術で分析すると、クリスタルスカルの製作過程には高精度な工具が必要であり、当時の技術力では可能でなかったと考えられるからです。いずれにせよ、クリスタルスカルは古代の神秘を今日に持ち込む興味深い遺物であり、その謎が解ける日は来るのでしょうか。未来の研究に期待するしかありません。